皆さん、おはようございます。今年の映画クレヨンしんちゃんのゲスト声優を務めるりんごちゃんです。私が声を担当するのは なんとですね、しんちゃん映画史上初の一人三役、りんご、いちご、メロンを演じます。人気者のしんちゃんと一緒にお仕事ができてドキがムネムネしてます。リンゴ、イチゴ、メロンは落書きをエネルギーに浮かぶ落書きキングダムを守るため、しんちゃんたちに無理やり落書きをさせちゃうウキウキカキカキ作戦を実行する役で、なんだかしんちゃんと敵っぽい気がするんだけど、気のせいかな。気のせいだよね。気のせい気のせい。覚えたてのセリフがあるんだけど、ちょっと練習してもいい？あ、嬉しい。いきますよ。はい、皆さん着席。はい、今日は落書きングダムが浮かぶまで落書きを書きまくってもらって。え、ちょっと待って、間違えちゃった。しんちゃん、もっと練習しておくね。私がゲスト声優を務める映画は4月24日公開です。しんちゃん、一緒に公開まで盛り上げていこうね。それでは、せーの、スターティン。パニックパニックパニック、みんなが慌ててる。俺はすごいぞ、天才的だぞ、将来楽しみだい。カモン。